はじめまして、豊大学国際地域の岸野翔と申します。同じ翔なんですけども、まず最初に、まあ、自己紹介ということで、岸野翔で、まあ、国際地域の3年になります。タトゥーとかいろいろあるんですけども、みんなが思っているどう思っているか分かんないんですけど、小学中学校で、野球部に所属していて、で高校からはなんか遊びほうけで、でも遊びほうきて3年生の時になってなんか遊びすぎたなっていうか、なんか俺やんなきゃいけないな、あんまいい頭いい高校じゃなかったんで、このまま頭がそんな良くない大学にも行けたんですけども、なんかそれ自分的になんか許せなくて、なので大学受験を決意して毎日予備校で頑張って勉強したんですけども、第一志望校に落ちて、で東洋大学入ったんです。で東洋大に入ったんですけども、自分の中では東洋大も、ちょっとそこまで頭いいところじゃない、そういう、レッテルもあったんですけども、そういうのがあったので、東洋大学内でじゃあなんか新しいことやってみようみたいな、なんか変えてみようっていうことで、サムスンの、社会貢献的なコンペに1回出場して、それからボランティアサークルのニードバジャー、今代表を務めているニードバジャーを5人から始めて現在60人で、国内外問わず、プロジェクトをやってるんですけども、こう見てもらうと意外とこう普通なんですよ。サークルだってじゃあ僕がサークル作りますって言えば誰でも作れるし、でこう下に書いてあるこう何て言うのかな、旅に行くっていうのも意外とみんなできてるんだけども、なんでこんな自分がここに立ててるっていうのか、ちょっとあんまり分かってないんだけど、自分的にも。ただでもこう人と違うからこそ今ここに立ててるのかなって思います。で今回こう自分がこう言いたいのは、いろいろ言いたいことはあったんだけども、8月手前っていうことで、旅にフォーカスして少しお話をさせていただければなと思ってます。で題名が失った人間力を取り戻すために自由な旅で、これが最初、テーマになって話していきたいと思います。で、話す上で4つに区切って話したいと思います。で最初が、失った人間力、人間力っていうのはどういうことなんだろうなっていうことと、で次に、自由な旅っていうのはどういうことなのか、で3つ目に、じゃあ旅をして何を学ぶのかな、で最終的にはこう旅から学べることは旅からでしか学べないのかなっていうのはまた違って、生活の中でも、生活を旅にちょっと似させるようにして、旅から学べることを日常の生活からでも学んでいこうかな、そういうことを今回紹介したいと思います。最初に、失った人間力と、人間力っていうのは何かなと思って、皆さんも考えてほしいんですけど、自分って人間かな、皆さんも人間かなって考えてほしいんですけど、じゃあ人間って何だろうっていう話になるんですけども、自分が思う人間はやっぱ赤ちゃんってなんかすごい自分の中で人間なんです。なんでじゃあ一番人間なのかって思ったのかっていうと、素直にこうお乳が飲みたい時にはもう泣いて、で飲み終わったらもうすぐ寝ちゃうみたいな、なんか自分の欲になんかもう本当わがままに素直に従っているっていうのが自分の中での人間っていうことで定義してあって、でこの問いにもなる、さっきした問いにも戻るんですけども、じゃあなんでこんな人間力を失ってるって思ったのかっていうことを話したいと思うんですけども、こう大学3年生にもあると就活セミナーとか、いろいろこういう就活の話に周りもなってきてるんですね。でそうすると、明日も自分行かないんですけど、明日も友達が就活セミナーにスーツを着て行くらしいんですけども、そうなるとそういうのをいっぱい見てると、本当にみんなそれやりたいの、本当になんか自分のことをやるのを抑えてでもなんか就活セミナーとかに行って、なんか就活マニュアルを読んで、なんかどんどんこう無意識にプログラミングされてると思うんですね、自分その人間が。マニュアルを読むことによって、なんか社会企業にはこういう人が入る、
こういう質問にはこういうことを答えよう、こういう服装で、こういうメイクで、でそういうのをなんか自分は友達からとか聞いていて、なんかそんなんでなんか自分の欲を、なんか個性を殺してるんじゃないかなと思って、でその自分の人間欲っていうのもあるので、あ、人間欲そういうのもあるんで、まあ、最近そういうことを思ったので、こうみんな人間力失ってんじゃないのっていうことで話させていただきました。でそういうのを自分の中ではこう人間型ロボットって言って、まあ、さっきも言ったんですけども、なんか自然とプログラミングされてる自分が、こう自分でやりたいことをやるんじゃなくて、人がなんか言ったことをやってる、まあ、バイトとかでももうしょうがないんですけども、自分サービス業やってると、こう時々変なお客さんが来るんですね。で変なお客さんがこう何もしてないのにこう不満を言ってくるんですけども、だからサービス業のマニュアル通りに謝らなきゃいけないんです。申し訳ございません。でも自分の中では何言ってんだこのお客みたいな。でなんかそういうのもなんかどんどん増えていて、いやなんでこうやって人間型ロボットになっていくのかなって思った時に、小さい頃は何でもなんかやりなさいみたいな、やっても許される、そういう社会というか、そういう頃だったんですけど、大人になっていくと、こういうことはやっちゃいけないよ、こういうこともやっちゃダメだし、こういうのは人の迷惑になるからやめなさい、どんどんダメダメいっぱい言われるんです。でそうなるとやっぱりこう挑戦する心とか、なんかやるっていう、なんか自分の、まあ、人にちょっと迷惑をかけてでもやるっていうことを、この欲に従って生きていくっていうことがだんだん制限されていくのかなっていうので、そういうまあ社会的な意図で人間型こうロボットができていくのかなと思います。で話をちょっと戻すんですけども、まあ、失った人間力とはっていうので、まあ、4つ要素を書くとしたら、まあ、素直にこう自分の欲に従ってわがままにやるとか、でそうすることによっていろんな挑戦ができるっていうのが、こう最近みんなの中でなくなっている人間力じゃないかなと、まあ、自分の中でもなくなっていると思ってます。で次に、自由な旅と時々こう言われるんですね。自分はあのキッシー、自分キッシーって言われてるんですけど、キッシーは旅行と旅何が違うの、旅行と旅何違うのって言われた時に、こう自分も最初は明確な答えが分かんなかったんですけど、で最近になってようやく分かったんですけど、それがまあこう経路を見てもらうと分かるんですけども、これ自分が行った国とかをつないだ時の経路なんですけども、旅の経路なんですけども、こう見てもらうと分かる通り、こう旅っていうのは、旅っていうのはなんか一方通行な道なんですよ。自分も福岡とか大阪とか北海道とか、それこそ韓国とか行くんですけど、それは旅行であって、旅っていうのはやっぱりこう戻らないというか、一方通行であるのが自分の中では旅なんじゃないかな。でこう旅になると何が起こるかっていうと、こう全てがこう有限になっていくんですね。その時の、じゃもしパリに行った時に、こうあとパリにはあと3日間しかいない、3日間しかいれないし、でも3日間で持ってるのは100ユーロしかないしっていう、でそういう旅に行くことによって、時間も、まあ、お金もその場所っていうところも全てが有限になっていくんです。でこれは実はこう日常では普通なのに、今だってこうやってみんなと出会えてるっていうのは出会えてるし、この NTET っていう時間も決まってるわけだから有限なのに、まあ、実は気づけてない、日常では気づけないんですけども、旅に行くことによってこうそういうお金とか時間とか今まで気づかなかったものを有限になることによって、こう感覚がアップデートされるみたいな、そういうところがまあ旅の特徴かなと思います。で続いてこう自由っていうのはどういうことなのかなと思っていて考えたんですけど、自由っていうのはやっぱり自分の選択や決定を、まずは自分の選択や決定をすることが自由のベースだと思うんですけど、それにやっぱりこう責任を持つこと、自己責任を持つことっていうのがこう自由には絶対に必要なのかなと思ってます。で、まあ、ここでもう一回まとめると、まあ、自由な旅とは、
一方通行であり、一方通行になることから、まあ、全てが有限化っていうことを知れる。で、フライトもホテルも、まあ、自分で取るので自己選択で、で、まあ、それに選択を自己責任を持つ。 A と B の道があって、 B の道に行ったら事故に遭いました。で、事故はもしかしたらその相手方が悪いかもしれないけども、 A と B の道があった時に B の道を選んで自分が悪い。で、そういうことを思うことによって、なんかどんどん自分の選択がこう重くなっていくというか、でもそれがなんか自由なんじゃないかなと自分は思ってます。第3章、そうやって自分こう旅してきて、旅からじゃあ何を学ぶのっていうのを、いっぱい学ぶものはあるんですけども、4つにまとめてきました。で、まあ、1つ目がこう鏡を見てても自分は分からない、客観的に今日本を知るっていうのを書いたんですけども、まあ、海外に行くとよくあるんですけども、日常でも、まあ、体験できるんです。自分の声をボイスレコーダーに撮って聞いてみたり、あとは人が自分のことをなんか知らぬ間に撮ってた写真とか見ると、全然こう自分が思っている自分じゃないんです。鏡を見て自分を見ていると、意外とこう自分を美化させてる。鏡を見て自分を見た時の自分と、写真を撮られた時の自分で、なんか写真を撮られた時の自分が全然かっこよくない、ちょっと変だな。そういうのと同じで、日本からこうアメリカとかこうヨーロッパとか行った時に、こう日本人ってこうだよねとか、あとはアメリカ人ってこうなんだっていうことを知ることによって、自分のこう日本人としての、あ、日本人、自分はこういう気持ちで動いているのにアメリカ人はこういう気持ちなんだよ、あ、これはでも日本人だからこう思うんだなっていう、海外に行くことによって日本のことを思う。で、これは普通に日本国内でもできるんですけど、東京の人が関西に行った時にすごい思うのが、みんな超フレンドリーだな。で、それはこう自分も東京じゃフレンドリーと思ってても、関西に行くとそれ以上に、なんかもう知らない人でも道頓堀あたり行けばなんか友達になっちゃうような、で、そういうのを知ると、あ、意外とフレンドリーだけど、自分というか東京の人って意外と冷めてるな、なんかそういう、国内でもこう旅をすることによって、まあ、その思ってた自分とは違う自分を知るっていうことができるのは、まあ、旅の醍醐味かなと思います。で、2つ目が、まあ、ネットにつながらないこそ、見つかるものがあるっていうのがあって、海外に行くと大体 Wi-Fi で全部連絡をするんですけども、そうするとホテルから出ると、もう携帯がただの電卓とかメモ帳とかカメラ機能しか使えないんです。そうするとどうなるかっていうと、画面を見てる時間がもう全然、なんていうのか、日本にいる時よりも時間が減少するんです。で、画面を見てないと前を向くし、まあ、上も見れるから、こう普通に歩けてもこんなちっちゃい虹でも見つかる。で、なんか商店街とかでも歩いてると変な日本語の看板とか、なんかそういうのが見つかって、こうネットがつながらなくて不便かもしれないけども、不便な分なんか見つかるものが多くて、すごい楽しいのが、まあ、旅の2つ目の醍醐味かなと思います。で、3つ目がこう環境に対応する、まあ、柔軟性と問題解決力が養われる。これはどういうことかっていうと、これはフランスのシャモニーで、まあ、見てもらうと分かるんですけど、3842m ですごい寒いところにいるんですけど、このフランスに行ってる前の日はバルセロナにいたんです。バルセロナは半袖半ズボンで歩いてて、暑いなって言ってるんですけど、フランスに行った途端こうヒートテック着て、パーカー着て、でジャケット着ないと寒いんです。で、そういうその旅行だとワンスポットにしか行かないものが、こう旅だといろんなところに行く。で、いろんなところに行くってことは、こう環境に、まあ、天気、天候に対応しないといけない。だから、そのもう自然とこう環境に対応しないといけない柔軟性が身につくし、まあ、あとは旅行くと、絶対に起こるのが問題で、
まあ、空港に来て、まあ、航空券を発行してもらうんですけども、発券してもらうんですけど、お客様のお名前は予約されていません。そういうことを言われて、え、どうしよう。でもそれはまあシステム上のダブルブッキングってやつで、まあ、ただのシステム上のこう間違いなんだけども、でその時に、じゃ次のフライトでお客様を乗せてあげます。で、その次のフライトまであと10時間あります。で10時間をじゃあこうどうするか、10時間。点を10時間をじゃあどうするかってこうなんかこうなんつうのかな、10時間もあんのかふざけんなよじゃなくて、え、10時間もあんの、この空港で10時間も遊べんのみたいな、そういう感覚がなんかだんだん不思議とついてきて、なんでもそうでこう問題があると解決しなきゃいけないので、自然とこう自分の中で問題を解決する能力っていうのがこうやりたくなくてもなんかどんどんついてくるのかなと思います。で最後に、まあ、旅行をしててもあるんですけども、まあ、いろんな人と出会うんです、旅をしてると。で旅をしてていろんな人と出会っていろんな人と話すと、なんか本当人それぞれで、人の数だけこう生活があって文化があって、こう例えばこうホステルゲストハウスで出会った人は30歳で会社を辞めてなんか世界を今旅してる。で普通の人だったら、お前何会社辞めて一人で旅してるみたいな、ちゃんと働けよってなるかもしれないけども、その人がこう続けて話してると、会社よりもなんか俺はこうやって世界を旅してるのがすげえ楽しいんだ。確かにあんまりお金貯金を切り崩してるからその豪遊とかはできないかもしれないけど、いろんなところに行っていろんな出会いがあって、そういうのが僕は楽しいんだ。で人それぞれ幸せが違うんだなっていうこともこう旅から学べて、だからこそなんか自分は自分のこう幸せを持ってるし、で人と違ってもいいんだなっていうことを、まあ、旅からはこう学べるんじゃないかなと思います。でここでまたまとめると、まあ、旅からはこう外に行くことによって客観性も学べるし、ネットがつながらないからこそ発見力がこう見つかるし、で柔軟性も養われるし、で最終的にはなんかもう自分しかいないから自分を愛せるようにもなるし、でそういうのはやっぱりこう普通の生活では学べない、旅からでしか学べないのかなと思います。で今こう旅からでしか学びないかなって言ったんですけども、工夫をしてみれば生活も少し旅寄りにできるので、これからはじゃあどうやって生活を旅にできるか、まあ、実践編みたいな感じで8個、紹介したいと思います。でまず1つ目が、まあ、日の出を見に行く。これも旅に行ってるとすごいライフサイクルがいいんです。っていうのも朝にしかできないことがいっぱいあって、この写真もそうで、まあ、これはカンボジアのシェムリアップのアンコールワットなんですけども、こう朝の日の出とこのアンコールワット この水面に太陽が映るみたいなのは、朝早く起きて行かないと見れないんです。まあ、他に言うとこうハワイのパンケーキみたいな、だから朝早くに行かないとなんかなくなってしまう、見れないものっていうのがあるので、で旅はそう、その朝早く起きることによってライフサイクルが良くなるんですけども、でその逆もあって、日の出を見に行くからこそ何かこう生まれるっていうこともあるので、まあ、日々の中でこう実践できるとしたらこう日の出を見に行く、でそれによって何か起こるんじゃないかっていうのがあるので、まあ、1つ目として、提案したいと思います。で2つ目がですね、いつもこう同じところに行くにしろ行き方を変えてみる、道を変えてみるっていうのはすごい、これは取り入れやすいと思うんですけど、この白山から渋谷に行くにしろ、今日はじゃあ、おもちサンドで降りて246歩いて渋谷まで行こうかなとか、でじゃあ今日は、原宿の神宮外苑
原宿あたりで降りてこう明治通り歩いて渋谷まで行ってみよう。だそういう行くところは同じでもこう行き方を変えてみるっていうことで何かこう見つかるものが増えるし、これはなんか本当に旅と一緒で旅と同じようなことをしてると思います。で3つ目がこう美術館や博物館でこう行ってみるっていう。で、まあ、旅行に行くとよく美術館とか博物館とか行くと思うんですけど、日本の国内でも美術館や博物館に行くことによってこの同じ場というか時間は何だろうな、これ自分は2015年に生きてるんだけども、目の前のものをこう見て想像するとこう頭の中だけでこう旅行ができる。あ、こんな人がいたんだみたいな、こんな芸術作品があるんだっていうので、なんかそこの現実的には同じ場所にいるのに自分だけはなんか違う世界に行ける。でそういうのができるのはやっぱ美術館や博物館なので、まあ、そういうところに行ってなんかそういう自分の頭の中だけでも旅行してみるっていうのは、まあ、一つ手だと思います。であとはこう知らない店に入ってみる。でまあ、知らない道に行くっていうのと同じなんですけども、やっぱりこう毎日通ってるとなんだこれっていう店が意外とあるんです。こんなところにコインランドリーあったんだとか、こんなところにちっちゃいコーヒー屋さんあったんだとか、でそこに入ってみることによってこんなおいしいコーヒーがあったんだとか、こんなおいしいカレーがあったんだっていうので、こうなんか自分の道を知ってまたその道を楽しめるっていうことができるので、これはもう旅と同じことだと思うんで、知らない店に入ってみるっていうのはもう気軽にできると思います。で続いてが、高いところに登ってみる。でこう、まあ、これは見方を変えるためにやることなんですけども、こういつもこう東京を歩いてると東京のビルって高いなみたいな、すげえ高いなって思っても六本木ヒルズとか東京タワーとかスカイツリーとかこう登ってみると意外となんか全部ちっちゃいなで、思ったよりも東京って海が地形だなとか、なんかそういういろんな見方ができると思うんです。なのでまあこう高いところに登ってみることによっていつも見てる風景とは違う風景が見れる。でそれで自分の考え方も変わってくる、見方も変わってくるっていうことができると思うので、まあ、高いところに登ってみるっていうのも一つです。で最初に話したようにこう日の出を見に行くっていうのと、まあ、少し似てる部分もあるんですけど、日の入りを見に行く。で日の入りって毎回こう違うんですよね、表情というか、こう雲がかかってていいぐらいに夕焼けがこうグラデーションでこう綺麗になってたり、で雲がこう水平線近くにまだ残ってて、こう明かりだけがちょっとだけ見える。そういうのを見てるだけでなんか自然と落ち着いていって、なんか自然って面白いなみたいな、なんかまあいろいろ考えてからそこなんですけどまあ自然ってなんか綺麗だなとか、なんかそういう心が現れる、うん、そういうことなんで、まあ、日の入りを見に行くっていうのも楽しいのかな。で夜になればこうやっぱ世界中どこ行っても思うんですけど、明かりがあるところにこう人が集まってくるんですよ。でまあこういう人が集まるところに行くと、まあ必然と出会いが生まれるの。でその出会いが生まれることによってまた新しい何かが生まれるし、まあ、今回だってこう N テッドにみんな来てくれたおかげでこうやって自分と出会えているわけだから、こうやっぱり明かりがあるところに集まるっていうのはすごい大切なこと でそれにプラスでやっぱりこう互いに話し合う、ただ行って雰囲気楽しむだけじゃ何も意味がないから、そこで一歩踏み出してすいませんみたいな、どこから来たんですかとか、それだけでもいいから話してみるとどんどんこう会話が生まれてって、なんか自然と友達できてる。でそういうのがやっぱり旅では絶対というか必然的に起こるんですけども、日常だとなんかそういうことを有限的な考えがないから、また六本木来ればいいやとか渋谷来れば会えるかなみたいな、そういうのを思っているとできないことですけど、有限的に考えることによって隣にいる人にこう話しかけてみるっていうのも今しかできないことだと思うとできるかと思います。で最後、8個目、一番まあこれは重要だと思っているんですけども、
まあ、ずっとなんか笑顔でいることとりあえず笑ってればなんか自然と楽しいこと入ってくるし、嫌なことも逆にこう自然と離れてくる。まあ甘いかもしれないんですけど、こう失敗しても笑ってればちょっと許してくれるんですで許してくれるし、自分もなんか誰かが失敗した時にちょっと笑っとけばなんか許せるようになる。だんだんなんか笑顔になることによってポジティブに、なんかポジティブシンキングをするから笑顔になるんじゃなくて、笑顔の形を作るからなんかポジティブになってくる。そういうのが多分あると思うので、まあ、笑顔を常にキープするっていうのは、まあ、今まで挙げた中の8個中の一番メインポイントでインポータントなことだと思います。で、まあ、こうもう一回まとめると、まあ、日の出を見に行くとか、日の出を見に行ってライフサイクルを改善してみたり、生き方を変えてみて、まあ、発見、いろんなものを発見してみたり、で美術館、博物館に行ってこう頭の中でこう旅行してみたり、知らない店に行って道を知って高いところに行って、まあ、見方を変えて、で日の入りでなんかいいな自然で明かりに、まあ、集って話すことによってなんか偶然を自分で作っていく。で笑顔でもポジティブにいればもうそれは旅していることと同じだと思います。で最後まとめに入るんですけども、こう自分が今伝えたかったことは、こうまず最初に人間力って言ったんですけども、自分は何がしたいのか、本当にそれがしたいのかなっていうのをもう一回みんな自分の今最近やっていることにこう照らし合わせて、もう一回自分に問いかけてほしいなと思います。でその中でこう自由になるっていうのは、まあ、みんながみんな自由になればいいっては思わないんですけども、自由になることは、まあ、自分の中で自己責任を持つっていうことで、最近やっぱりこう自己責任を持てないんじゃないか、そういう人が自分の周りに多いので、こう自由になるためにこう自分の選択を自分で決めて、でその決定にこう責任を持ってくるっていうのは、まあ、自分が伝えたいことの一つで、最後に、まあ、旅の楽しさとか旅の魅力で、まあ、旅から何を学ぶのかっていうのが、まあ、今までのスライドで伝わったかと思います。はい、まあ、そんなこんなで自分のプレゼンテーションは終わりにさせていただきます。ありがとうございます。